Uber Eats で稼いで人生を楽しもう。Uber でも行こうかなと思ったけど、ちょっと曇ってるからね、怪しいから。
テレビ見ながら過ごすっていうのも。降らない。まだまだ降りそうだね。郵便物が届いた。あれだね。ミルクをね、泡立てるやつを買ったんですよ。軽井沢行った時もね、ちょっとのその軽井沢のクラフトビール飲んだんだよね、フレーバー付きの。名前なんて言ったかな、ちょっと忘れちゃったけど、それもね、結構フルーティーフレーバーで美味しかったんだよね。これもそうだ、そんな感じ、すごいフルーティー。好きだな、こういうの。ちょっと高いけど、うまい。うまいけど、ぬるいな。取り入れて飲むか。YouTube 見るか映画見るかしてのんびり過ごそう。うまい。レバー。
あるじゃん。よし、全部見この子の名前と記憶を食べたそう。